大学点勉強法では1冊を7回以上反復しようっていう風に進めています。まあ、結論としてはわからない問題は飛ばすですね。20〇〇三角×でその問題の理解度を仕分けしていくんだけど、達成感もあって楽しいし、めっちゃ進んでるっていう気持ちになるからモチベーションが下がらないんですよね。あなたは絶対合格できる。どうも、岩しおりです。今回は反復に時間がかかりすぎてしまうときどうしたらいいっていうですね、テーマでお届けしていきます。2024年度新規通塾生募集中。来年度の塾生ももう入ってきてるよ。君も逆転合格に向けていち早くスタートしていこう。詳しくは概要欄から。陸上の相談室のコメントにこんな質問をいただきました。受験生の親御さんからです。反復の重要性は分かったのですが、最初の1回目にとても時間がかかっているようです。1回目自分で解けなかったら答えを見てきちんと理解しないといけないですか、それとも理解しなくても×として次の問題に進めばよいでしょうか、というご質問です。まあ、1回目時間かかりすぎてなかなか進まないっていうことだと思います。でそもそも反復っていうのをこのね、大学点勉強法でね、そのどういうふうにお伝えしてるかを簡単に言っておくと、大学点勉強法では1冊を7回以上反復しようっていうふうに進めています。で2回とか3回だと潜在意識の奥深くに記憶が定着しないので、なかなか知肉にならない、使える知識にならないということで、7回以上反復することを進めてるんですよね。で例えば数学とか理科だと、じゃあ1回目はどういうふうにしたらいいのかっていうと、1回目は問題と解説を読むだけでいいから、解かずに自分で考えることはせずに1回目は読むだけにしましょうっていう風に言ってます。2回目以降は問題を見て解法がスラスラと出てくるようにセルフレクチャーといって、口でブツブツ解法を言っていく練習をしましょうっていうことを言ってます。でその1回目をやるときに、その問題と解説を読むときにめっちゃ時間かかっちゃうってことを今質問でもらってるんだけど、まあ、結論としてはわからない問題は飛ばすですね。わからない問題は×にして、20〇〇三角×でその問題の理解度を仕分けしていくんだけど、最初に見てめっちゃ時間かかっちゃうなっていうのは×にします。で具体的に言うと、その問題に7分以上はかけないっていう風にこの大学点勉強法の中では言っていて、7分経ったらもうその問題にはそれ以上時間かけずにすぐ次に行くっていう風にやっていってもらいます。なぜそういう風にやってしまってもいいのかっていうのを説明していくね。なんでかっていうと、1回目にその時間をかけすぎてしまうっていうのは、そもそもその問題が自分にとって理解するまでにハードルの高い問題だからなんだよね。でも大学点勉強法では、まず自分のレベルに合った問題をやっていくことが先決で、自分のレベルよりも1段階2段階高いレベルの問題は一旦置いといて、先にできる問題から仕上げていった方がいいんですよ。この方が絶対に勉強の効率がいいです。だから例えば問題集の中に100題入ってるものがあるとしたら、そのうち30題はもう全然わからん、もう理解するにはめっちゃ時間かかっちゃうっていうのがあったら、即もう×にして飛ばしていきましょう。残り70題、自分がそのスラスラ理解できた問題であったり、まあ、ちょっと頑張ったら理解できる問題、まずその70題から7回以上反復して完成させていってください。仕分けの20〇〇三角×で言うと、その70題がまず20〇になるまではそこだけを反復します。で×になっちゃったこの30題はこの70題が仕上がってから取り組みましょう。でそうすると何が起こるかっていうと、最初は見てもちんぷんかんぷんだったこの30代がこっちの70代の問題、基本の問題を完成させたことによって、あれこっちの問題分かったか、こっちの問題もスラスラ理解できるじゃんっていう風に変わってるんですよね。だからいきなり自分がすごく理解するのに時間かかってしまうその問題っていうのは、最初にめちゃめちゃ時間かけてもちょっと時間の無駄になってしまう。むしろそれ以外の基本が詰め込まれたその70代を先に完璧にしてから分かんない問題に取り組んだ方が絶対に効率がいいからなんだよね。だから1回目その初めて見る問題を理解するのにめちゃめちゃ時間かかっちゃうっていうのに対して、どうすればいいかって言ったら、1台あたりの時間を決める。7分でもいいし、まあ、5分でいいかな、この問題集やったらっていうのは5分でもいいし、でその時間以上絶対にかけないっていう風にしていきましょう。でその時間経って、まあ、全然もう半分も理解できてないわってなったら、もう×を押してしまって次の問題に進むっていう風にやっていってもらえれば、サクサク進むからテンポ感も良くて勉強が楽しくなってきます。
なんか私自身もすっごく数学が苦手だったんですよね。苦手だった原因の一つっていうのは勉強法が分かってなかったっていうのもあるし、自分は京都大学を目指してるから難しい問題をいっぱい解かないといけないって思ってたんですよ。でも全然そうではなくって、まずは自分のレベルに合った問題集、自分の実力よりもちょっと上の問題集を使ってまずは勉強した方がいいっていうことを知らずに、もういきなり赤チャートとか難しい問題集ばっかりやってたのでちんぷんかんぷんで全然できるようにならなかったんだよね。でも浪人し始めた時に白チャート、チャート式の中でも教科書レベルの問題が収録されてる問題集からまず反復を始めたら、スラスラと反復が進むようになっていって、やっぱスラスラ勉強できると達成感もあって楽しいし、めっちゃ進んでるっていう気持ちになるからモチベーションが下がらないんですよね。だからこのモチベーションをいかに下げないかっていうのも重要で、この大学点勉強法の反復ではその反復のテンポ感、テンポの良さもすごく重要視してます。だから1台あたりのにかける時間を決めてしまって、1回目は7分以内、2回目は2、3分以内、3回目は1分以内、4回目は45秒っていう風に回数を重ねるごとにどん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 時短していきます。そうすることで同じ時間でも勉強できる内容の密度がどん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 濃くなっていくんですよね。今から勉強を始めるみんな、来年の2025年に向けてその受験をしていってるみんなは、今からどんどんねその反復を始めていく時期だと思うんだけど、この春の勉強の密度とずっと反復を続けた人の直前期の勉強の密度って恐ろしく違うんですよ。直前期の2週間って春のなんと3ヶ月に匹敵する勉強量ができるんだよね。どうやって実現してくるかっていうと、反復を重ねるごとに時間を短くしていくから、同じ時間でもギュッと濃い密度で勉強できるっていうことなんだよね。だから最初は時間かかってもいいけど、1台あたりの時間は決めておく。でそれ以上かかりすぎてしまう場合は後回しにするっていうふうに潔くやってしまって全然 OK です。だから今から反復していく教材、自分はこれをバイブル本にするんだ、これを完璧にするんだっていうのが決まったら、それをぜひ7回以上反復して、もうどの問題もスラスラと解けるように、瞬時に解けるように完璧にしてみてください。で質問してもらった通り、1回目で時間かかりすぎてしまう場合はもう×にしてさっさと飛ばして大丈夫やからね。できる問題から完成させて、最後にできない問題を仕上げていくようにしていきましょう。ということで今回は反復についての質問をいただいていて、結構いろんな受験生がその反復する時の塩梅ってやっぱり難しいなっていう声をたくさんいただくので、今回はその動画のコメントでいただいた質問を取り上げさせてもらいました。ぜひやってみたらそのどうやったかっていうのを感想をコメントの方にもらいたいです。こういう風にやってみたらサクサク進んでうまくいけましたとか、なんかこれでもなんかうまくいってるのかちゃんとできてるのか分かりませんとか、どんな感想でもいいのでぜひコメント欄の方にお願いします。で、ミスターステップアップではいろんなその大学点勉強法を深く学べるコースを用意していて、通塾コースとか通信コースとか、あとは短期合宿のスクーリングコースとカウンセリングコースという風に4つコースをご用意しています。詳しくは概要欄に書いているのでぜひ URL クリックして見てみてください。ということで今回の動画を気に入ってくれたみんなはぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。ってことで、あなたは絶対合格できる。みんなで合格。岩しおりでした。バイバイ。